よし、なんだかんだで70万人。現状一番金稼げんの麻雀？ていうか麻雀以外で金稼ぐ手段がないのか。進めます。どこ行くの？ミレニアムタワー。このゲームはそうか、ミレニアムタワーねえのか。上と下がよくわかりません。なんかやんなきゃいけないことってあったっけ。あ、なんかサブミッションみてえなのがあったような。お友達。マリネ。つくも。キム。キムはお前だっつうの。あ、これで見れるんだね。浮気のやつか。結局解決はしたんだけど、なるほどね。沙織ちゃん、沙織たそう、沙織たそう出勤。今んとこ多分一番好き。いや、海藤さんも好き。ということはこいつらがくっつけば、竜が如く最強アイテム、チャリ。あのサイレントヒルにおいてのー鉄パイプ的な。ったく時間食っちゃったよ。別に強くないんだっけ。なんかでもサイレントヒルイコール鉄パイプってイメージがあるんだよ。ミレニアムタワー。え？ちょ待てよ。ようまだあったな、そのドローン。ずっと麻雀やってたぞ俺。うん、ああ調整してたのか。こんな街中でやるな。ほんとよ。飛んだジャジャマでして、ははへへ。龍が如くジジイの笑い方。海藤さんが勉強中。ん？うん。出場。あ、ドローンレースみたいなやつか。え？そんなん、俺でもドローンの動かし方いまいち。このゲームの醍醐味みたいなとこありそうだよな、でも。はあ、
レース。ここらの男いい加減名乗ってほしいんだけど、こいつまさか最後まで名前出ないのか、モブ1なのか、その辺の。うん、なるほど。でも楽しそうだな。厳しい。いきなりこんなこと言われてなかなか貸せないけど、なんだそのエッチな目は。エッチなこと考えてる時の顔だ俺が。中身、そらそうよ。いや、お前には言われたくないよ。お前街中で試運転しとったやろかい。あ、こいつ、え、真逆のこと言ってる、自分がやってる。そうだよな。だよな。俺が正しいよな、さすがに。うん、ミニ四駆みたいな感じか。まあでも自分で動かすのか。はい、素材。うん、落ちてたりします。ドローンでしか撮れないような。そうなんだ。へへ。振り返った。ああ、牧原真嗣。お願いします。ヤガミライトです。じゃあな、シンジ。ドローンってっていうか普通にお遊びでできんのか。ん、おお、動かねえと思った。おわ、もしもし、カイトだ。これから綾部と会えるぞ。モグラの資料を流してくれる。さすが海藤さん。カムロ町の屋内でやってる釣り堀屋知ってるか。恋女房って店。屋内の釣り堀？そんなのあったか。俺も知らなかったけどあるんだとよ。場所は七福通りだ。先に行ってる。お前も向かってくれ。うん、喫煙スペースか。リーギュエアンドロイド。ドローンレース受付。へえ、ああ、ちょっとやってみよっか、せっかくだから。グッドラック。シンプル。
うん、ジュレさんですか。試運転。ターボ、ブレーキ、後方確認、前進後退カーブ。これできっかな。ラジコン操作。よし、やるか。ブーン。上昇。オッケー。飛ばすぜ。うわー。あれ今の取れてなかったのか。あれ高すぎる、もしかして。危なすぎねこれ。飛ばすぜ。うわあ、ワンスやったぜ。ワンスだ。なるほどね、そういうことか。はいはいはい。手で回すぜ。あ、しまった。もうちょっと低く飛ばないとダメか。わー、飛ばすぜ。うわー、マグナム取れねえぞ。ワンス。うっ、え、何位、2位。くー、マジかよ。 0.1 秒じゃねえか。いや別に別に大丈夫っす。ノック動画いいのかな。テストで。こういう感じなんすね。崖さんが崖になってる。崖さんが崖になってる。俺より1000ポイント低いんだ。ただひたすら水槽が映ってたな。なるほど、我らが崖さん。どけどけ、ザコども。ここだ。ほら、ヤガミが通るぞ。ゲージどこで見りゃいいんだ。高すぎるか。いけ。ここだ。マリオカート的な感覚で。こいつよ、マジで。お前、ここだ。最後の直線でこれをやっといいかもね。ハイパーダッシュモーター使ってんだろ。
動物配信って何なんだよそもそも。なんやねん動物配信って。飛ばすぜ。けい。よっしゃー。やべ、ちょっと楽しい。ああ、でもギリギリなんだ。0.2 秒。あ、じゃあ、はい。記念にじゃあ、はい。一度アップロードしたデータ削除できません。別にいいよ。おん。なるほど、こういう感じなんですね。結構面白そうっすね。とりあえず触りを、確か修行、リアルではやらないでください。すっごい迷惑になるね。え？ああ、そっちか。手加減しねえからな。そっちじゃないんだけど。体力が赤になる。しかし大丈夫。なんかあんだろう、なんか、勝った。いや、これでいいんだ。なぜならご飯が食べれるからだ。富士そば喫茶店、ごとくにないお店に行きたくなるよね。え、あ、もうちょいこっち。あ、ここはあれじゃんね。未条例。え、どこ、何階。あった。わーい。みはるちゃん。木村が怒ってるぞ。いきなりみはるちゃんのことでって言われてもな。ん？同じバイトの島みはるちゃん。ああ、気になってるのね。変なストーカーになってはいけないぞ。わかるわ。職場の若い子見るとおってなるもん、俺も。森でいいです。則本和久。はい、いいやつっぽいけどね。いや、飯食いに来たんだけど。いらっしゃいませ。これ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 やって、これはこれやったらあれか、終わりか。で、寿司かと思った。季節限定ケーキ。
一番高いやつこれか。でこれ、おし、一気にノルマが、えい、クーポンくれた、ザッス。こりゃうまい。さ、行くか。ありがとうございました。キムタクのドカ食いが見れるのはこのゲームだけ。タイトル忘れた今、ジャッジアイズな、うん、カプティーノ。もう一気に溜まるじゃない。そこのゲームね。あ、逆だ。ダメージ以上のさ、飯食えないからさ、調整しないといけねえんだよ。まあ普通にボコボコにされたんだけど、ちょうど良かったな。攻撃力アップ、体力アップ、コンボスピードアップか。コンボスピードアップすげえいいな。ボディバランス、スピード上げるぞ。スピードがいいの。おお、ドラゴンキャノン。木村さんも、さすがの木村さんだな。ドラゴンキャノンが、え、先にこっち見るべきだった。壁蹴りが当たらんのよね、マジで。ロリか、ロリあるんだ。うん、力と技みたいな感じなんかね。うん、演武と一戦。これ赤点滅、特定の攻撃で敵がスタンする。へえ。 EX 超飛が使えるようになったってこと。うん、ダウン追い打ち、追い打ちの極みみたいなのないのかな。倒れた状態から、あー、これいいね。これを覚えましょう。これは、これもいいね。あー、それもあるんだ。かっこいい。そういうのあるんだ。中央打ち。四角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 三角三角。R1 を押しながら、俺、それ、できるかな。ん？弾み？こういう打ち？バウンドした敵。ああ、めっちゃ増えてね。水剣はちょっと見たいな。一万円で笑わしに来るな。楽しそう。木村楽しそう。木村楽しそうである。ウェーイって感じだもん。力を解放した状態で、力を解放、あ、ブースト状態か。これ、キリュウちゃんのメリメリメリってやつかな。まあ、とりあえず、こんなもんでいいかな。あの、ブランコのやつ超やりてぇ。でも、キムタクがやったら何でも面白く見えるの。やめろ。恋女房行くぜ。なんかある？ボロいワイヤー。うん。そんなんなんないでしょ。
どうぞ、いらっしゃい。よ、こっちだ、ターボ。カイトさん。こいつは…ほほぉ…こっちもなかなか…綾部に話したら、お前をここへ呼べって言われてよ。ただ、俺も初めての場所だ。いつもと勝手が違う。俺が初対面なんで向こうも警戒してるわけか。そういうことだろうな。なかなか来ないな、綾部は。あの受付に聞いてみるか。よしとけ。あいつが綾部の仲間かどうかわかんねえ。まあそうだけど、綾部は汚職警官だからな。大っぴらにされることを何よりも嫌う。で、そうなりゃもう情報は手に入らねえ。わかるな。まあな。ん？おい、誰か来たぞ。いらっしゃい。差を適当に選んでね。よう、釣れてるか今日は。いや、静かなもんだよ。気が散るぜ。あっち行ってろ。カリカリすんなって。あんたら綾部と待ち合わせなんだろ。誰だって。とぼけんじゃねえ。痛え目に遭いてえのか。人違いじゃないか。俺ら何も。ああ、股間を当たりや。俺らがデカの知り合いに見えるか。なんで綾部がデカって知ってんだ、コナ。え、あ、いや、その…やっぱやつを知ってんじゃねえか。そうだろうがよ。くそ、汚ねえ真似しやがって。いや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 、綾部に何の用だ。言わねえと痛い目見るぜ。チンピラが笑わせんな。大っぴらなのは控えたいんだ。そいつは引っ込めてもらえねえか。いい根性してるじゃねえか。てめえらよ。カイトさんもちょっとさ、萌えキャラすぎる。なんでそんな可愛いの。蹴り上げた後か。カイトさん。バツボタン。まだやんのか。どうなんだこれ。もう口も聞けないってよ。もういいよ。二人とも合格だ。合格？綾部さんは初めての取引相手に慎重でね。札の情報を売るんだからな。口の固い人間かいちいちテストしねえと。じゃあこいつら。みんな綾部さんの手下だよ。俺は綾部と初めての取引じゃねえぞ。あんたカイトさんだろ。あんたのことは綾部さんから聞いてた。だが聞いてた以上に天然だったな。天然って。そりゃお前らが。まあ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 。で、綾部はどうなんだ。受付カウンターの内側よく見てみな。受付カウンターの内側？あ、あっちか。そう。ちょっと待って、それちょっと取りに。おい。あれ何？あれなんか光ってる。あれ何？残んのかな。
どこ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 、受付か。全然違う。なんだこれ。そこを降りるとカムロ町の裏カジノ、ラマンだ。ラマン、フランス語で愛人って意味だ。恋女房の陰には愛人がいるってわけよ。フランス語ってガラかよ。綾部さんもすぐに来るから遊んで待ってな。これはサービスだ。チップ。サンキュー。いや、いいんだけどさ、あれ取り行きたい。ちょっと木村だぞ俺は。マジで。開いた。うん。釣り堀の真下にこんなとこが。ああ。よし。そんじゃまあ、軍資金もあることだしよ。少し遊ばせてもらうか。カイトさん大丈夫？ポーカーブラックジャックでしょ？お強いですねってやつでしょ？これ、セーブした方がいいよね。俺はその辺、ちょっと慎重やぞ。コーヒー入れてーな、ちょっと。あれさっき見た気がしたんだけど。ちょ待って、あったあったあった。ネスカフェふわらて、まったり深い味。あれ、ゴールドもうないんだっけ。ゴールドが好きなんだけどね。はい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 。よし、寒い時はね、コーヒーに限りますな。増加？追加？いらっしゃいませ。重みもも。よし、来た。0円。ただで回復できる。気に入った。ありがとうございました。またフラフラになったらまっすぐ歩けないやつ。あ、まっすぐ歩けない。ここはブラックジャックか。俺はおいっちょやりたいんだけど。ポーカー、まあポーカーでしょうな。やりやすか。まずはじゃあ低レートで。うん。うっす。うん。うん、まずはまあ、じゃあ。はい。無理だね。うん、これは無理だわ。いける気がしないよね。うん。
レートか。え、ストレートになって、9、10、11、あ、12、あー、なるほどね。っていうか強くね、あいつらの手。うん、まずは合わせる。ワンペアすらできてないときは俺基本行かないんだよね。無理だよね。だって、ああ、はい、やられたな。乗せるか。2ペアだ。いけるっしょ。いまいち運が悪いなと言いつつ、俺は跳ね上げるぞ。2ペアで。2ペア。プラ15、89。8、9、10。ああ、これはあるんじゃない。もう一枚。ダメだね。いや、ワンチャンあるし。ビッグブラインド。無理。ダメだわこれ。勝てる気しねえ。10が次出ればストレートだったね。あ、そう、うまくは実質うまく逃げられれば勝ちだからね。うん、やられたな。低レートクラブか。ワンペアいける。いや、よいしょ、強気、強気だなあいつ。勝った。あいつ強気だぞ。いや、やべえ、あいつフルハウスかもしんね。スーペア。あいつあれか、鎌かけてきやがったな。そういうことなんすよ、世の中そういう風になってんの。ストレート、ワンペあれば俺はまあ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 いく。ほら、うん、はい。弱気である。ツーペアいける。ほら、
ですよね。今のはまあやられたと思う。さすがに行き過ぎだった。病気がちなケントケントスリーカード勝った。巷のアイドル瞳、スペードのジョージ、スペードのジョージめっちゃかっこいいが、俺もそういう2つの欲しい。中田ジョージ、ワンチャンフルハウスあるかな。いや、クイーンのスリーカードは、いや絶対勝ったでしょ。ジャック、いや乗せるね俺は、このスリーカードにかけるよ俺は。どこまで釣り上げんっす。負けたー、あーくそ、スペードのクイーンかー。くそ、ちょ待って、まあ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 、これ離れたら何、話進む感じ。ちくしょう、これで負けるかね。話進んで、ちょっと待って、一回リセットすると。じゃあ俺は、じゃあ俺は一回リセットする。まだあれ、あ、お楽しみは一旦お預けで。ダメダメです、ダメなんです。いや、あれで負けるって思わねえじゃん。あれ、崖さん配信終わってる。降格目安プラス50。ついに崖さんも終わりか。俺も崖さんと一緒に C1 落ちよっかな。ありがとうございます。大丈夫っすよ、まあ、うん。ふぅ。よし、という夢を見たんだ。ブラックジャック、お強いですね。やるで、うん、はあ、勝ちました。ワンペアでガンガン張りに行く、超強気。あいつ強えだろうな、スペードのジョージ。トラブル光太郎、スリーカード来てくれ。あ、ダメだこれ。いや、ワンペアでガン積みするぞ俺は。やられたな。今のはなかったことに。いやいや、開幕やっぱワンペアできてて行きたくならない。違うんで、今のは
俺の真の姿ではない。俺はまだ返信を2回残している。まあでも正直、まああのね、節約すればね、まあまあいけるんですよ。うん、時間を今ね犠牲にしてやってる感じなんでね、本当にね、どうなんだろうな。一日さ平均8時間やるとしてさ、そんで広角まあポイントがさ1万ぐらい足んなかったらさ、もう無理だなって思うよ。ギリの時 まではちょっと頑張ろうかなって。結局でも楽にならなかったな。ちょっとは楽になるかなと思ったけど、過労でぶっ倒れる。こんなんずっとやってたら畜生マジで。ちょっと待って、え、かわいい、すごいかわいい、いいっすね。これあれだな、600稼いだときにやめるべきだった。まあ、とりあえずゴールでね。チェック。ワンペか。最後まで見るようにはしてる。うん。無理だな。普段の俺はこんな感じ。結局ね、2強いんだよね。3が最弱だよね確か。はい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 。リトルグリーモンスター890。うーん、ストレートがワンチャン。次7くればか。無理だな。はい、そううまくはいかねえもんよ。勝ちました。間違いないです。これで負けたら嘘でしょ。いや、全然いい。やるんすか、ジョージさん。あいつらもでもチップの上限あるんだな。まあ、いけるっしょ。ジョージと一騎打ち。うーん、ちょっと待って。強いぞ、あいつも。危ね。まあまあ強かったんだけど。はいはいはい。ワンペか。ツーペアになったらな、強気になれんだけどね。やめとこ、多分勝てない。大体俺ここで決めちゃうかなね。瞳、弱気ないわき、弱気ないわき、陰踏んでるんだよね、このゲームのこういうキャラって。
く、ああ無理だな多分。絶対勝てない。うん、完全に無理。勝てるわけがない。ふぅ、やられたな。89。あ、これストレートあるな。それで見てみよっか。はい、あんなで勝負したのかこいつら。一枚見てみよう。来た。勝った。むほほほ。全然いいよ。全然。勝ったべ。ストレート。負け方がわかりません。1000まで行くぞ。勝ったべ。とりあえず。やっべ、微妙。勝つです、勝つです。いや、これ負けたら嘘でしょ。やめまーす。1000まで行きたかったな。いや、あれ負けんだな。しゃあない。いや、面白いな、やっぱ。ダーボー、お楽しみは一旦お預けだ。綾部がいたぞ、ついてこい。どうも、カイトーさん。それと、あんたが八神さん？それとも、八神先生って呼んだ方がいいかな？好きに呼んでくれていいよ。さっきは試して悪かったな。カムロ署、組対の綾部だ。大泉洋？よろしく。どうだ、ここのカジノは。気に入ったか。なんだそりゃ。あんたの店かよ。ここの営業は俺が目こぼししてやってんだよ。それに登場会への見かじめも俺がなしつけて安くしてやった。俺のカジノつっても罰は当たんねえだろ。その割に今日まで誘ってくれなかったんだな。あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ。凶霊界のヤクザが目えぐられてる事件だ。あれは全部黒岩って俺の上司が指揮取ってんだ。この間羽村を逮捕したのも黒岩だ。で、あんたは羽村を無罪にしてその黒岩に赤っ恥をかかせてくれた。気持ちよかったね。あれ以来俺はあんたのファンだよ。
紹介サービスだ。お代は結構。こりゃ黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた。この間裁判やったのも入れて3件分だ。大事に頼むぜ。もし外に漏れたらあんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら殺すだと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。わかった。ふう。さっき言ってた黒岩ってのはどんなデカ？黒岩はカムロ署のヒーローでね、押し出しが効いて部下の人望も厚く検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃああんたはなんで嫌ってるんだ？完全無欠だからだよ。あんた自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか？おまけに男前なんだぜ。いやだね、男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのによ。いや正直で帰って気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せろね。こいつが黒岩だ。覚えとくよ。ああ、もう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ。なんせ苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだからなるほど。渡した資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってから見る。人目のあるところでは出さない。それでいい？空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。分かったよ。せっかくだ、俺はここでもう少し遊んでくぜ。お前はどうする？こっちも好きにやるよ。そっか、じゃあな。面白いやつだね。いや、やるでしょ。そりゃおめえやるでしょ。の前にセーブ。勝つです、勝つです。まあ4桁にするよね。いいね。札は悪くないな。ただまあ様子見だよな。ちょっと弱いな。行ってみる？行ってみよう。ワンペです。ワンペア勝ったんだけど勝ったでしょ。勝つです、勝つです。ちょっとやめとこ、怖い。なんねどうなんだろうな。いや、いけるっしょ。あいつ弱気だぞ。まあ、いけっしょ。え、勝てそうだなって言った、今。勝った。雑魚がや。もうちょいだな。ワンペか。行くべ。行けべ。乗せんね。どうなんよ。まだ乗せんの？
2ペア。あっぶねー。ペドか、フルハウス。ダメだね。ダメそう。あ、ストレートありそう。ワンペアだった。いや、ワンチャンストレートあったな。8球で並ぶとあるよね。両面待ち。勝った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 。勝つです勝つです。こいつら箱店にしたいな。ほら。え、超強気なんだけど。え、大丈夫これ。スリーカードなんだけど。スリーカード。うえクラブだったからか。やめますか。怖え。さすがに怖え。1000超えたんでね。いきまーす。いや、この子すごくいい。俺の方も向いてくれよ。いないからもう一人ぐらい。あ、いいっすねこっちの子も。あっちもいる。あーす、お、あ、一番いい、一番いいわ。よいしょっと。誰君。いらっしゃいませ。おもみもも。全部いけた。こりゃうまい。6でマックスか。ありがとうございました。6で歩けなくなる。わかりましたんで。ああ、いいっすね。ブラックジャックはいいかな。ブラックジャックはいいべ。とりあえずこう水浴びたら酔いとか冷めない？あ、残ってんの。さっぱりした。良質なワイヤー。何これ、味すればいいの。ジュース買えない。こっからか。あれ、出れないんだけど。閉じ込められた。これどっから出ればいいんですか。え、どっから出る。あ、そっからは。そうか、降りてきたんだっけ。あ、違うんだよ、違うんだよ、違うんだ。キメラ、歩けるようになった。水浴びしたから。ん、あ、そっか、戻るんだっけ。あやべ、よかったね。俺好きだぞ、ああいう感じ。ここ何、飯屋。うん、七福パークなんかねえかな。七福パークはいつも何かしらある。致命傷に。ありがとうございます。ちゃちゃ、お、
小さなね。もう一個下か。カラオケ館行けないの木村さん。夜空の向こう歌うぞ。エクソ木村に歌わせろ。ハーフマラソン。あ、弱そう。しょ。あ、今できたんだな。2、3、4、5、6、7。あれ1、2、3、4、1、2。構えてないとダメか。ちくしょう。なんでそんなガードすんだよ。下半属からできねえじゃねえか。わかんねもしかして今のやつらこれ狙ってたりして。メモリーカード届いたんですよ今日。12個か。よいしょっと。よし。これあとでちょっといじってみよう。メモリーカードリーダーはちょっとあれは。高いからやめとく。さすがに8000円は。プレステの確かセーブデータは USB で PC に移せたはずなんだよな。これめんどくせえな、いちいち自分家に来んの。ちゃんとあれか、そっか、光るんだっけ。よし、これめんどくさ。自分家に入るぐらいいいだろうってちょっと思うわ。やりたいピンボール。はい、ユニティナッチジャック。右フリッパー、左フリッパー、ナッチ揺らし、うん、よくわかんねえ。
何？右振り左振り。プランジャー。よしよし。せいいや、よしよし。おらー、あーあーあおらー、神ゲー、神ゲーだった。神ゲーだったよ。結局思ったんだけどさ、崖さんさ、福引きやってんじゃん。福引きやってもギリギリってやんなくていいよね。最初はうまくいったけどって感じかな。さてと、じゃあ、あ、音楽聴こっか。回復してる。あ、やってるな、ターボ。綾部の捜査資料を見てるんだろ。ああ、そっちはカジノの続きはどうだった？100万の価値。え、まだいけそうだったんだけどな、キリのいいとこでやめといた。じゃあ海藤さん、今月給料いらないんじゃ？それとこれとは別だろう。そっちはモグラを見つけられそうか？いや、警察も結局無実の頭を逮捕したぐらいだからな。他にこれはって容疑者もいないってことがこの資料でよく分かった。その程度の情報か。道理で綾部がタダでくれたわけだな。ただモグラの2件目の事件、被害者の国村って男の足取りが事件の直前まで調べられてた。こんな顔なんだ。そいつが国村か？ああ、殺される2時間前に天下一通りのこんばんワイフって店を出てる人妻経営です。相手した女の子はかなえちゃんだ。じゃあ死ぬ前にいい思いしてたか。ちょっとだけ救われるな。これからかなえちゃんに話を聞きに行ってくるよ。国村がどんな様子だったか
何かモグラにつながる情報が出てくるかもしれない。いやいや、風俗なら俺の出番だろう。お前に人妻の相手はまだ早いって何しに行く気だよ。話聞くだけなんだから。本当にお前が行くのか。こんばんワイフ、真冬ちゃんに言うぞ。別にいいよ、好きに言ってくれて。ちょっと怒ってたこんばんワイフ、かなえちゃん。カイトさん行きたくない、ちょっと行きづらくなっちゃった。こんばんは、行く行くか。じゃあ、なんか怒っとるわ。はい、ああそこなんだ。天下一の俺いつも逆に走ってくよね、基本的に。こんばんワイフ、俺も行きてえな。やっぱ人妻っすよね。さすが海藤さんやで。ほんとだ、昭和っぽさあるね。うん、いらっしゃいませ。ご指名ありますか。ん、ああご指名ね。お時間すぐに入れるのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃん。写真はこちらね。ご指名がある場合は1000円頂戴します。ご指名しないってこともあるわけか。なるほど。お客さん当店は初めて。じゃあ先にコース決めましょうか。コース、それにオプションも。オプション？それじゃあね、まずコースは35分で9000円、50分1万3000円の、65分が1万7000円です。これでいいんじゃない。じゃあ一番安いやつで。35分コースで。まあ初心者だからね。いやでも初心者だからこそ本当はもっと長くいてもらいたかったな。そういうもんなのか。まあでも別にお客さんの自由ですから。正解も間違いもないから安心してください。ご指名はどうしましょう。今すぐ空いているのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃんですけど。かなえちゃんでお願いします。かなえちゃんを。かなえちゃんですね。うん、あれ違う。どうかした？かなえちゃんで間違いないね。いや、ちょっと待った。ん？変える？今ならまだ大丈夫よ。途中でチェンジは困るけど。そう？今すぐ空いているのはゆなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃんね。どの子にする？ゆなちゃん？え、かなえちゃんじゃなかったっけ？ゆなちゃんを。ゆなちゃんですね。全部そうなるってことか。どうかした？ゆうなちゃんで間違いないね。いや、ちょっと待った。ん？変える？今ならまだ大丈夫よ。途中でチェンジは困るけど。そう？今すぐ空いているの。わかって。マリンちゃんではない、絶対に。かなえちゃんを。かなえちゃんですね。どうかした？かなえちゃんで間違いないね。お願いします。ああかなえちゃんで。かしこまりました。それじゃあオプションはね、いろいろありますけど、女の子と直接交渉してください。オプションというと？そりゃもういろいろですよ。女の子によっては NG のオプションもあります。かなえちゃんは一つだけ。
目隠しプレイが NG でして。目隠し？彼女はその目を隠すとかちょっと怖い思いをしたことがありましてね。わかる気がするよ。最近関西のヤクザがこの辺で妙な死に方してるし。いや、まあお気になさらず、お部屋にご案内いたします。こちらへどうぞ。うん、どうぞ。ハムラの。お前も金ねえなりにこういう店で遊ぶんだな。なんであんたが。どういうことですか。お前こそなんでこの店なんだ。え？なんてな。凶霊会の事件を嗅ぎ回ってるって。もうお前の出る幕じゃねえだろ。どういうつもりだ。そんなもん俺の勝手ですよ。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね。目出し帽の4人組に。ああ、なんだそれ。あれはあんたの差し金ですから。今そこに控えてんのも4人だ。言ってる意味が分かんねえな。だろ、ケンゴ。へい。ヨタこいてんじゃねえぞ、俺。カナエちゃんならさっきこの店辞めて国に帰ってったぞ。今回はイエローカードで済ませといてやる。お前は親父のお気に入りだからな。八神だ。親さんか。おう、どうした。なんか調子悪いのか。おやっさんとこの頭と厄介事があってね。間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ。お前が来るまで待ってるわ。わかった。さすがの貫禄やな。うん、まあどうなることかと思いましたけれども、うん、まあ、エッチなシーンがなかったんで。よし、とりあえずじゃあマージャンやって終わりますか。うん、そうこんばんは。かなえちゃん見たかったですね。あれ、他の子を指名してたらどうなるんだろうね。予防線張ったんだけどね、一応。まあ、よかった。危ない橋は渡りたくないもん。あんまり食らってねえ。ん？こっちか。
近代麻雀。うえーい。え？あったっけそんな。勝つです勝つです。あーでもな、やべポーカーやり、いや俺ね花札やりたいんだよ本当は。花札やりてんだけど。お前いたのか。うわ強えや。金。なんとも言えんな。高い手はつかなそうだな。強えぞこいつ強っリーチいんねえだろそれ。なんであいつあんな強えんだよ。発射か。どの牌切ろうかな。カンちゃんばっかっすね。入る。いやリアルでもそんぐらい入ればね、俺もねちょっとカンちゃん好きになりますよ。チーマン来たらだいぶエロいな。どうしよっか。テンパイ取る。とりあえずじゃあ、うわ悩んだみたいな。ちょっとリーチいいな。リーチ胸がドキドキしちゃう。なぜここでリーチするんですか。びっくりした
え？何もしてないよ俺。切れそう。